はい、こんばんは、こんにちはございます。ブタです。今日はですね、ついに、このね、ボサボサ頭とお別れする日がやってまいりました。やっとね、美容院予約できたので、着ていこうと思うんですけど、どんな髪型にしよう。最近めちゃくちゃ暑いので、短髪にしようかなと思ってます。もう髪もパッサパサやしね、もう汚いんで、この長髪に至ってはさ、赤西仁くんとかあの好きなんで、目指そうかなと思ってやってたんですけど、もう全然。見ても見つかない状態になっちゃったんですが、ちょっと今回は美容師さんの腕を確かめるべくなんかバリ上からやけど、ちょっと自分に似合うおすすめの短髪をにしてもらおうかな。こんなんがいいとかこういう髪型したいとかがね、もう本当にないんですよ。まあ、なのでもうとりあえずね、ちょっと清潔感を出したいので短くしてきます。まあ、どうなったかは美容院行ってからお楽しみということで、ゆうちゃろさん、ゆうちゃろさんこんばんは。ブタの髪切ってきます。どんな髪型がいい？ハゲ。なんで？ハゲ。ハゲ？ハゲが見たいの？なんで？暑いから。ハゲは生まれてあれこれやったことないんですけど。やってみや。ハゲ絶対似合わへんやん。やめてくれる、こんなとこつ。いや、ほんま。こんな感じですね。行ってくるから。行ってさ。また出来上がったら感想教えてね。よろしく。じゃあね。バイバイ。ちなみに何かゲームしてるんですか今？そう。何のゲームそれ？知らん。お前忘れた。まあ、こんな感じで土日はね、ずっと布団におでなんだ。ブータローは活動してるけど。嘘つき。見て。ほら、こんなんで土日、寝腐ってんねん。あったや、それ。で、ワンコたちは。はい、ひめちゃん。ひめちゃん。ひめちゃん。先生、ひめちゃん。ブーちゃん。だって。先生、嘘ついてないやんか。ブーちゃん、何食べてんの。遊んでんねんな、私仲良く。かわいい。じゃあまあ寝腐っといて、そうやってちゃんと今日はお金払ってくんねんね。わけわからんこと言うね。いつもお金払ってこうとくるから。ただいま。見て。え、何してた。髪の毛切ってきて。ここがあ、どこが切ってる。触ってみて、ほら、軽くなったやろ。え、本気で言ってんの。そう、髪色も。え、本気で言ってんの。はい、見て。どう？全然変わってなくない？単発にするって言ったのに、このまま帰ってきちゃった。じゃ、なんか、パーマーがまだかかってるから、まだ切らへん方がいいとかって、おすすめされてしまって。最初、単発にしてくださいって言ったら、え、もったいないですよって言われたわけ。なんで？だから、じゃあもうお任せしますって言ったら、何も変わってない。まあ、でも、ちょっと見てほら、ここは買ってきたの。ここも。ほら。めくるのわからない。そう。だから、まあ、髪の毛をくくるよって感じ？だからさ、そう、何も変わってないわけ。もうちょっと軽くなったかなぐらい。もう見た目的には何も変わってない。そうやろ、ボサボサのままなんですわ、残念ながら。だからさ、ちょっと前髪を作るのちょっと。え、それを美容院って言ってこないかった。確かに。いや、なんかあかんって言われそうと思って。いやいや、そう思って今から切ろうとしてるんやったらさ、その場で言ってこいよって思う。どんな遠慮やの。変なとこ遠慮してんじゃねえよ。せっかくさ、短くなってみんなにお披露目しようと思ってたのが、全く意味のわからへん状態になったって話。まあでも根元のプリンはなくなったしよ。ねえ、どうしたらいいと思う？前髪切るべき？切りたいんだったら切りゃいい。まあ、ちょっとじゃあ一回挑戦してみる。ゲリゲの鬼太郎や。負けてる時のこの抵抗がキモくない？わかる。そう、なんか論で得意よね。そう。出てきて。キモい。怖い。切れよ。変になりそうじゃない？え、どうしよう。やっぱ置いとこうかな。こうやって流せるもんな。とかって切っちゃった。もっと切りや。いやー、切っちゃった。どうしよう。美容師に怒られる。こんな姿を皆さんに見せてしまってすいません。なんで美容院行った後に自分で切ってるの。おかしすぎね。いや、その格好で帰ってくるのが一番おかしいから。どう？いいもん、これで。ちょっとマシになってくない？ほら。いや、全然。ちょっとこっち見て。前髪ってだってもう、もうちょっと短く切ったら。もうちょっと切るわ。うん。この辺も切っちゃう。ほら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 、よくなってきたやん。やばいやばい。切りすぎた、ほら。え、全然いいやんか、さっきより。絶対よくない。絶対さっきよりいいって。ちょっとパッツンみたいな人になってきてんけど。やばいやばい。なんか、さっきの方が良かったくない？やっぱり。よくないよ。もうちょっといけるよ。あかんって、もうこれ以上切ったら。いやいやいや、あかんあかんあかん、もうちょっと待って。ほらさっきの方が良かった。絶対本当に聞くけどさ、どこ行ってきた？美容院。何してきた？髪の毛切ってきた。あ、切ってきた、うん、カラーじゃなくて、うん、髪の毛もちゃんと切ってきた。髪の毛も切ってきた。あ、そう。で、今何してんの？今切ってる。なんで？前髪あった方がいいかなと思って思い切って切ってみた。あ、そう。失敗した。よくあるやつ。
可愛いやんどこが可愛いねん、これの。え、可愛らしいやんか、すごい。わけわからん髪の毛になった。ひげも見てよ。可愛いやん。はい、もうおしまいです。わからんみたいな。可愛いって。まあ、今日可愛い。思ってないよ、あんた。思ってるやんな。はい、ということで、こんなんなんだけど。いや、帰ってきた時よりは綺麗。もう怪物やん。そう。妖怪。はい、終わります。ブー太郎のビフォーアフターでした。まさかの、変わらず帰ってきたと思った前髪が事故りました。ノックないよ。いいや。いや、これ何今、まだ耳かけしてるからいいけど、うん、行くで。うん。どっかのロックスターじゃないこれ。トイレの花子さんみたい。花子ちゃんや、花子ちゃん。もうわけわからん髪型になりました。はい。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。またよかったらチャンネル登録やね、グッドボタン、コメントなどもよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。バイバーイ。見て、髪の毛くくったらさ、前髪出てくんね。もう終わった。前髪くくれば全部 OK と思ってたのに。これのせいでもう最悪。はい。バイバイ。かわいい。はい。家に帰宅しました。ただいま、帰ってきました。どうですか？ちゃんといてくれる。でも寝起きやね。第2回目、髪切ってきました。すごい。すごいだけ？何を寝たふりしてんの、あんた。ん？どう？改めまして。かわいい。すごいかわいい、姫。なんて？姫すごいかわいい。姫がかわいいの？ブーちゃんもかわいい。ブーがかわいいの？うん。まあ、そりゃそうやけど。自分は？あ、かわいい。え？前よりは全然いい。あ、そう。なんなん、前より全然いいって。前はひどかった。ツーショット全然撮られへんけど。いいよ。かもうマスク外しますね。いいんじゃない？かわいい。うん。なんかもうちょっと聞いてもよかったんちゃうかな。あ、そう。うん。もっと短く。うん。暑いから。あー、まあ確かに。まあそんな感じです。ゆうちゃろの反応は可愛いって言ってくれたけど、犬の方が可愛いみたいですね。お前たちが一番可愛い。ブーちゃん。ブーちゃん中。お座りして。ゆみちゃんお座りして。お座り、お座りは、お座り、待て。ブーがしてる。まあこんな感じですよ。どうする、もうこの家とももうすぐおさらばよ。バイバイ。ということで、やっとね、本当に短くなって帰ってきました。いかがでしょうか。短髪を待ってくれてた人は、どんな反応してくれるやろ。ブスってなったって言われるかな。ちゃんと、いいよって言ってくれますように。じゃあねー。バイバーイ。どうなんでしょうね、これ。いいのかな、ほんまに。横はちなみにこんな感じで、こっちはこんな感じ。で、後ろは、こんな感じ。映ってるかな？まあ、結構ね、短髪姿を待ってくれてた方も多かったと思うので、まあ、いいコメントをしてくれることを楽しみにしてます。じゃあね、バイバイ。